先端を走る都市、東京へようこそ。最先端のカルチャー、ファッション、アートの分野で東京は世界へ刺激を与え続けている。東洋と西洋、そして過去の歴史と最新のミクスチャー、世界中の若者たちを魅了する街として東京は最先端であり続ける。平和を愛する都市、東京へようこそ。1603年から1867年の間、江戸時代とは長き平和な時代であった。その長く続いた平和の時間が歌舞伎や浮世絵などを生み出してきた。これらの文化をこれからも世界中で楽しむことができるように、東京は平和が続くことを祈る。不屈の都市、東京へようこそ。東京の前身江戸は、頻発した火事を耐え抜いてきたことから、今日でも江戸は火事の町と呼ばれることがある。何度も何度も焼き払われても、江戸の人々は尊厳を忘れず、動揺せず、復興を繰り返してきた。そのシンボルの一つが火消しという消防隊。勇壮な火消したちは江戸の花と呼ばれた町を脅かす数多くの火事と戦った。そしてこの町は不死鳥のように焼け跡から繁栄へと幾度も復興を果たしたのだ。江戸、つまり東京は不屈の都市である。日本へようこそ。不屈の精神と平和を願う心は東京に限ったことではない。平和と再生を祝福する、それは日本の文化でもある。日本の祭りがその一例。過去から現在に至るまで、日本はさまざまな祭りに彩られてきた。どんな地域でも、山、海、都会、田舎、どこででも日本の祭りには伝統と祝いへの思いが込められている。何より祭りは心を躍らせてくれる。辛い冬を越えて迎える春の喜び、灼熱の夏に頑張り、そして迎える豊かな恵みの秋。日本の文化は自然の摂理への感謝と感動に満ちた瞬間とともにあり続けてきた。さあ、新たな平和の祭典へようこそ。今年のそれは世界中の不屈の精神を象徴する祭りだ。世界の皆さん、ようこそ東京へ。